はいどうも、サクッと美味しいポッキーです。今回もね、スケート3実況プレイやっていこうと思います。はい、で今回はですね、前回とかはスケート3のマップとか滑ったり、あとバグとかをやったんですが、今回はですね、なんとチートを、入れていこうと思います。まあ、チートっていうのは何かっていうと、例えば GTA5 のチートだったら、その場で車を出せたり無敵になれたりっていうあれですね。はい、スケート3にもそれがあるということなんで、それをやっていこうと思います。このポーズいいでしょ、このポーズ、イエイ。そしてからのピースということでやってきました。はい、いやー、とてもね暑いんで、まず水に浸かってスケート3やっていこうと思います。で、スケート3のチーターどっから入れるのっていうことなんですが、まずフリープレイにします。はい、フリープレイにしないと、チートは入力できませんので、まずフリープレイにしてください。そしてそれから、ここから入れます。はい。まあ、このチートとかはね、スケート3の攻略ウィキ、攻略サイドから、入れてみてください。はい、じゃあ早速入力。はい、どうも、ポッキーでーす。いやー、皆さんどうですか、これ。かわいいでしょ。これは、ミニスケーターモードっていうチートを入れました。はい。手はでかいですね。手と足はでかい。あと、顔もでかいけど、体だけ小さいというね、二等身モードです。はい。ちゃんとね、こう、乗れます、スケートもね。いいでしょ、これ、なかなか。技もちゃんと決めます。うん。若干足がはみ出てるけど、まあ、気にしちゃダメ。ということで、このモードでちょっと滑っていこうかな。あ、うわぁ、ちょ。でもなんか高く飛べるよね、やっぱり。うん、ちょっと、で、この、見てください、これ。で、どこで持ってんだ、お前はっていうね。スケートボードをどこで持ってんですか、お前はって感じですが、まあ、そこは突っ込まないでおきましょう。もう俺今突っ込んじゃったけど、うん、いいですね、これなかなか。あ、これでマリオカートしたらだいぶすることになるんじゃない。ちょっとワクワクしてきた。じゃあ後からマリオカートも試しましょう。坂、いい坂があったらいいんだけどな。あの、いつもの場所行きますか。ちょい、いて、顔に刺さった。はい、やってきました、スケートボード。ほんとにどこで持ってんだ。あ、落ちてったぞ、スケートボード。いくぜ、マリオカートいきます。はい、普通、めっちゃ普通にできるんだけど、なんだこれ。ちょっと待って、やばい、マリオカートモード、よし、いきましょう。足がね、でかいのがね、ちょっとかわいい、かわいい、あい、あ、こいつでおにぎりとかできるんかな。試そうぜ。おお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 、ちょっと降りて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 、どうやって降りるんだっけこれ。いた、今痛かったな。よし、やるか、おにぎり。おにぎりやり方忘れたんだよな、ほとんど。はい、ミスター、逆逆逆、おお、来た。あー、すべ、おおお、いいナイス、おにぎり、力尽きた。はい、ということで、ミニチュアモードでした。ミニチュアモード、ミニスケーターモードでした。はい、皆さんもぜひやってみてください。スケート3持ってる方ね、なかなか面白いと思います、これ。はい、では次のチートに行きたいと思います。はい、次のチートなんですが、とっても地味なのでこのミニチュアモードを入れた状態でやっていこうと思います。実はね、もう入ってるんですよ、この状態で。いや、わかる方いますか。で、普通に乗りましょう。いやー、普通にもう入ってるんですよ、実は。わかる方います。いや、なかなかね、よく観察の目がある人ならわかった方もいると思いますが、まあ僕もね、最初ね、マジかよって思うくらい地味でした。はい、多分僕ならわからない。ということで、何が変わったかと言いますと、このスケートボード、タイヤがついていないのわかります?そう、なんとですね、このチート、ホバーボードモードっていうやつで、あれですね、バックトゥーザフューチャーに出てきた、ホバーボードみたいな感じで、地面に浮いているボード、スケートボードに乗っております。はい。地味でしょ。ね、地味でしょ。で、何にも変化しません。はい。だからホバーボードだから、なんていうの、空中浮けるのかってことでもなく、普通のスケートボード。はい。なんということでしょう。この地味さ。うん。いや、ほんとね、このミニチュアがなかったらもう、ただのスケーターだからね。でもなかなか夢があっていいんじゃないか。っていうかね、なんか気になるのが、なんかゴマがついてる音がするよね。うん。なんかゴマがついてる音がするんですよね、ザーって、うん、完全にこれもゴマついてるでしょっていう BGM はするんですが、 BGM というか効果音はするんですが、まあゴマはないということで、あれですね、ちゃんとホバーボードとして浮いております。はい、あ、ちなみにですね、このチートを消したい場合、
ミニチュアを消したい場合はもう一度同じミニチュアのチートを入力するとその効果が消えるということです。はい。で、まあ、今回ホバーボードは残しておいてミニチュアを消して次のチートに行きたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは。ということで次のチートはですね、デッドスペースっていうゲームの主人公になれるやつらしいんですが、まあ、僕デッドスペースやったことなくて、なんか名前アイザックさんらしいです。はい。いや、すごく熱そうでしょ、この着ぐるみ。着ぐるみっていうかこの衣装。この人強い人なのかな、ゲームの中では。そのデッドスペースっていうゲームでは。もうここではもうボロボロですが。はい。いや、夏に熱そうな男が来ましたよ、これ完全に。前見えてんのかって思いますよね、これ。でもかっこいい、なかなか。そしてボードもなかなかかっこいいです。はい。ですが、なんせ熱そう。どんなゲームなんでしょう。おお何今の。どんなゲームなんでしょうね、デッドスペース。多分だけど銃撃戦だろうね。熱そうなんで水の中に入れてあげます。おお、喜んでる喜んでる全然喜んでないな。アイザックさんも水が苦手ということで、はい、プロフィールに追加しておきましょう、アイザックさん。さあ、ここ滑っとくか。最後に行くぜ。おお、かっこいい。アイザックさんかっこいいぞ。ここで、うわい。あ、ちなみにこのアイザックさんなんですが、特になんか効果が追加されたということは一切ありません。はい。いやー、なんでだろうね、なんでだろうねーと、それしか言いようがない、俺はもう。ただ単に、そしてなんでこの男が手を広げるんだ。よく何がしたいんだ一体。空を飛びたいのか、鳥になりたかったのか。はい、どうもアイザックです。次はとても恐ろしいモードとなっております。いや、これね、画面を加工しているわけではなくて、もうスケート3自体のゲーム画面からこんな変な色になっておりますね。はい。何か嫌な予感がするぞ。若干なんか丸くかたどられて。そしてやってきたのは、なんと、ゾンビ。はい、ということで、これはチートのゾンビモードというモード。いってやめて。ゾンビモードというモードです。はい。街の人々がゾンビになって、いっぱい寄ってくるというね、とてつもなく、ホラーゲームと化しました。一気にね。完全にバイオハザード。デッドスペースの主人公で、バイオハザードをやる男っていうね、もうこれ、スケート3原型ないんだけど、大丈夫かな。さあ、遊ぼうぜ、ゾンビ。もうゾンビと友達だから、俺は。ごめんごめん。ゾンビさん、大事。怖っ。今の人怖っ、やば。完全に殺意を感じた今俺。強くない、今のゾンビの動きか。黒帯みたいな動きしたけど大丈夫はっ。はい、ということで最後なんで全てのチートを入れてみました。ミニチュアのアイザックさんです。はい、かわいい、なんかキャラクターでいそう。そしてゾンビも近づいてきてますね。ゾンビが走ってきてる、やばいやばいマジゾンビゲーム。マジゲーム変わった。はい、ということで、だいぶカオスになってきましたね、スケート3。いや、でもこれくらいカオスでないとね、やっぱスケート3って感じがしないよね。さすがです。はい、ということで、最後、じゃあ、滑って終わろうか。ほんと、目が痛くなるのがやめてほしいな、これ。ここね。行くぜ！なんか微妙。まあ、いいや、まだまだまだ。今からです。さあ、始まりました。第21回、スケート3大会。アイザックさんが挑戦しております。身長が最近縮んだそうです。コナンが飲まされた薬を飲まされたようですね。非常に怖いです。はい。でも敵は白ずくめだったそうです。はい。とてつもなく嫌な予感がしますが、アイザック選手なかなかいいポジションを取っておりますよ。いいポジションを取っておりますってなんだ。なかなかいい滑り、おーっと転倒、頭が頭がガガガガガってなったけど大丈夫か？おっと、続行。ちょっと前にいたポッキー選手に見習い続行しましたね。さあ、どうなる？マリオカートをここでポッキー選手が決めましたが、アイザックさんはどうなるか？おっと？やっぱりマリオカート、マリオカートが流行っているようですね。ポッキー選手はここで減速してしまったが、アイザック選手はそのまま行く。いいペースです。さあ、そして立った。そしてここで技を決めていく。なかなかいい感じです。さあ、空はなかなか気持ち悪い色になっています。ゾンビモードというモードが適用されております、今、大会では。そして最後、ここを決めると、
ゾンビたちの元へ行けます。さあ全然嬉しくない様子のアイザック選手。おっとかっこよく決まりました。だが動画的に面白くないので落ちてもらいます。さよなら。でも落ちても動画的に面白くないんでゾンビにやられてもらいます。ゾンビが外したんで動画的に面白くないんで何かやってもらいます。おほほ。はい、ということで、すごい絵ですが、これスケートのゲームですよ、皆さん。はい、ということで、デッドスペースの主人公、アイザックさんにもなれる。そして、バイオハザードも楽しめる。このスケート3。この夏休みぜひ購入してみてはいかがでしょうか。いやー、スケートのゲームですからね、皆さん。スケートをしてくださいよ、ちゃんと。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。次回はですね、ちょっとこの追加ステージ、追加マップを買ったんで、そちらの方をプレイしたいと思います。スケート3ね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。動画が面白いと思ったら高評価ぜひお願いします。では、ポッキーでした。バイバイ。